こんにちは、ズバケンです。何日目だ？ 6 日目か。今日はですね、恒例の海鮮のうまい地域で100円回転寿司に行ってみようのコーナーでございます。浜寿司に行きました。ドライブスルーだったけど、この辺も海鮮めちゃめちゃ美味しいですからね。期待が持てます。そして午前中プールに行ったのでめちゃめちゃお腹空いてる。ではアクアハウス今治にやってまいりました。ここは室内プールと温泉があるところですね。座ってるとダメよ。すごいお腹空いて低血糖起こしそう。注文しよう。どこにあった？サーモン。大トロサーモンと何にしようかなと。ハマチ。大トロサーモンも。ポテト来たぞ。誰だガーリカリカリ。ソーハマチ。これで寿司セレブ。食べ放題。刺身醤油。この辺九州が近いから九州法にするから。サーモンとこれはして、アジはだし醤油と、タイもだし醤油と、いただきまーす。ジンジャーマンされた。タナ、1ミリちょっとだけお腹痛いてるのに直す。もううまい。今の味、小骨が入ってたけど、これはハマチ。うん、おいしいわ。タイうまっ。この辺タイがあるから、タイがうまい。なるほど。そう、トロだ、トロみたいな。トロサーモンおかわり。ちょっとこちらのマグロを、すごい、本当すごいな。冷凍感はあるわ。美味しいです。中トロとトロビンチョも、マグロがうまい。トロビンチョも、中トロいっちゃいます。うまい。締めに炙りしまじゅ、締めの炙り島味いただきます。美味しい、普通に美味しい。やっぱりお魚の美味しいとこ食うと100円回転寿司でも美味しいね。マグロがびっくりした、大きくて。来ました、マグロさんに。最後ですね。角から、叩きから、おいしい。美味しい。ビントロ。で、最後マグロ。マグロがすごいね、やっぱり。浜寿司ね、心まで寿司に染め上げたなら。クリスマス海峡のパーキングにサービスエリアが来ました。ここでご当地ソフトをかっこむ。みかんとかもある。おっちゃん団子にするとする。みかん瀬戸内でもなんかめっちゃ種類多いんだけど、おっちゃんソフトにする。カップあるからタップにしよう、これ、うん、はい、ありがとうございます。よし、ぼっちゃん団子ソフトゲット。ぼっちゃん団子が乗ってる抹茶とソース、ミルク、ぼっちゃん団子落とさないよ。
じ、うん、ちょっとじゃあ俺のものをフルクタルトでゴディバがコラボしてる。ドレッシング9個しこれ手前取りのやつやね、手前取りのキャラクターやね。カレーさんは香りの絵みたいだけど、シシャモン島並みよりこの後ろの景色や、後ろの景色がいかにも島並みっていう感じでね、いいですね。船も通り島と橋と、夕食はここ大島の北寿司に参りました。大島のすごいすごいお寿司屋さんですね。すごいお寿司屋さんでも言い方がお前語彙力ねえなって感じ。今日はこちらで夕食を食べていきます。美味しいお寿司屋さんです。お店の駐車場からはこんな感じの景色、なんか別に展望台とかあるみたいな。ここでも言うのかな。瀬戸の味来たです。瀬戸の味準備中だ。こちらのお座敷で景色がちょうどあのお墓ビューだ。お墓ビューだ。すごい素敵な素敵なお座敷。あ、なんでこれ、すごい素敵なお座敷。しゃぶしゃぶ、ハーフしゃぶとか。桜コース、コースもいいけど。この辺の午前も気になる。単品メニューもいろいろあります。じゃあこの中から選んでください。これがお子様のものです。あ、はい、どれから食べようかな。タイの薬、野菜から。12個あるから6個ずつ。グラタン手前にあるやつからもう行こう。ホタテだ。めちゃくちゃうまい。さっき俺茶飯食べたんで。ああ食べてた。ホタテがホクホク。シラスだね。何これ？ジュレ？フライ？フライ何番かな？クラゲって言います。クラゲ？クラゲ食べられる。エビに行きましょう。エビのお腹。あ、茶碗蒸し本当に美味しい。めっちゃうめえ。ね。これなんだ、タイか。タイの身が透明。ポン酢ジュレで、カツオがうまっ。でも量多いかなと思ったけど、これ食べちゃうわ。美味しすぎて食べれるんだと食べて、うん、でもちょっと場所があれなんで、ベロッベロッといっちゃう。ベロッといっちゃうよ、終わり。これどっちから食べようかな。どっちから食べる？タイから。めっちゃうまい。じゃあとこのハマチかな、ブリかな。ブリかハマチもいただきます。最後にはタイの刺身締めです。こやつはこういうの締め締めの前菜。美味しそう。デザートの合間で残り物の鯛めしをちょっと 味見。めっちゃうまい。
あ、美味しかったです。すごい美味しかったです。タイがプリプリでした。いや、いいもん食べたわっていう感じ、千葉の魚村に匹敵するお味でした。ごちそうさまでした。